強風でテントがね倒れちゃって、お隣のテントをなんとか直そうと傾いたんでしたんですよ。ほんでパッて見たらうちのテントこの状態で、でなんとね参ったよこれはきついで、このほら見て、ここ破けちゃって、これはやばいですね、これはやばいですね、怖いわ、ペグペグペグ打ち直してんけど、ここは状況を説明しますとですね、ちょっとレンズえらいことするな、カメラもカメラも何回か倒れて、状況を説明しますとね、風がすごいんですよ。で、見てもらったら分かるように、吹き抜け状態です。絶景でしょ。絶景やけど、風の通り道作っとからテント倒れるから、開けっぱなしにしてんねんけど、これ夜やばいで、すごいの風の強さが。アゴさんテントの状況ですけど、ワンポールテントなんで、ティピーテントね、なんでポールをが柱になるわけですよ。そのポールの中心部、一番上ね、を支える、どこ行ったの？支えてる布があるんですよ。かぶせるね。それが破れちゃって、吹っ飛んで、回収できましたけど。おぉ！吹っ飛んで。すごいやろ風。天井を今日ね、公に泊まってはる方々とお手伝いしてもらって、天井を結んで、で、ポール立てるところにちょっと布をかわして、なんとかポール立ててんねんけど、ちょっと斜めに立ててます。ちょっとどうにもならんので、で、ペグを再度ペグをちょっとしっかりとね、ガイロープも外れてるやつあったんで、打ち直したっていう感じですね。このまま寝る感じやだってこれ閉めたらまた倒れてる可能性があるし、風でね、すごい年越しキャンプになりました。このサーカス TCDSX エカルのテントめちゃくちゃ気に入ってんのに破れちゃったからさ、あれ直せんのかな、自分で塗ったらいいかな、参ったわ。まあそんな状況です今。じゃあ脇キャンパーさん、ちょっと遊びに来てくれはったんですよ。僕はここでキャンプしてるって分かってね。で、ちょっとお話しさせてもらってたら、テント倒れて。で、脇キャンパーさんと、今日泊まってはる、追い脇の泊まってはるキャンパーさんと一緒にテント直してもらって、で、お隣がもっと偉いことになってたんです。風でね。で、それ、何度か立てて、まあ事なきを得た感じなんですけど、これは
どう過ごそう。ちょっと終わったな。終わったな。今晩の風の様子。うわ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 。おお怖い。夜の9時ぐらいまでこんな状況みたいなんで、とりあえずの夜の9時までこの状況なんで、なんとかね耐えるしかないね。耐えるしか。怖いな。夜7時がやばいな。笑うしかねえぞ。すごい風音してるもんな。なので焚き火も危ないんでやってないです。誰かサーカス TC 破れたん直せる人います？もうまたあのなんとか考えよう。まあ、とりあえず年越しなんでね、とりあえず9時まで風が強いので様子を見たいと思います。止まるまで何もできない。するそうで、何足から折れちゃったんで、今撤退作業中です。やばいっしょ、やばいっしょ。お母さんがすごい。はい、風がすごい。無残なサーカス TC でございます。とうとうまだ倒れちゃった。支えててんけどな。逆に風が止むまで倒しといた方がいいかも。いやー絶景と倒れたてる。はい、またとうとうやっぱ抜けちゃってました。またこれは治らんな。抜けちゃったな。いやー参ったな、参ったな。8時半ぐらいやけど、9時ぐらいからまあ風が止むっていう予報やねんけど、これもしさ夜中にいただいた生チョコどら焼きいただきます。もし夜中にテント倒れてってなったらどうしようもないんで。あ、おいしい。初日の出っていうのもね見たいと思ってんけど、残念ながらできなかった。これもまた思い出やし、ね、またねちょっと風にね対しての備えとか設営の仕方とか
う一度ちょっと勉強したいなと思います。追い焼きはまたね、近いね、また来れるし、その時ゆっくり撮影したいなと思います。助けてくださった、今日お泊まりしてくださってる皆様と、お隣帰られたんですけどね、あの本当ありがとうございました。本当ありがとうございました。年越せてない年越せてないキャンプになりましたけど、はい、今年もよろしくお願いいたします。やばいやばい、悲しい。ほい、青ちゃんです。いや、残念、残念でした。すべて撤収しました。今帰りです。いやー、まあちょうどね、撤収終わったぐらいで風邪止んでんけど、でももしね、本当夜の中にまたね突風が吹いてテントが壊れるってことを考えられるんでね、そうなるとちょっともうどうしようもないなと思って、まあ車中泊っていう手もあるなと思ってんけど、もうちょっとね、アウさんの心がダメですね。ちょっと、お疲れました、正直疲れちゃいました。なので残念ながら初めてですね、年越しキャンプ失敗でございます。まあそういうこともあるわな。でもいい思い出ができた。本当ね、あのキャンプ同じねサイトに来られた、お湯沸きでねキャンプしてこられた方々、ちょっともう夜遅かったんで、夜遅かったんでちょっともう静まり返ってたんで、ちょっと黙って帰りますけど、テント修復最後のお手伝いとかねしてくださって本当ありがとうございました。本当感謝します。いや、いい人たちに恵まれているなってつくづく思います。お湯明けさんには行きたいんで、と晴れた日にね、素敵な夜景と素敵な星空を撮影しに、あ、バイクでね、ぜひ行きたいなと思います。本当ありがとうございました。残念ながらね、今日あの年越し生配信をする予定でしたが、できないわけでございます。なので今からお家に帰って年越し生配信をしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。では、今年も、アグチャンネルの方よろしくお願いいたします。最後まで見てくださった皆様ありがとうございました。バイバイでございます。バイバイでございます。バイバイ。